さあ皆様、本日もボートレース大村本庄へ足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。それでは大変お待たせいたしました。ただいまより新春特選レース優勝者表彰式を開催いたします。では優勝されました榎木浩二選手の登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。榎木選手おめでとうございます。それでは早速ですね、表彰に移らせていただきたいと思います。表彰者は大村市モーターボート競争事業管理者小川寛司でございます。優勝いたしました榎木浩二選手には賞状と優勝トロフィーが贈られます。まずは賞状の授与です。賞状優勝登録第4171号榎木浩二殿、貴殿はボートレース大村における新春特選レースにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成28年1月5日大村市モーターボート競争事業管理者小川寛司、どうもおめでとうございます。続きまして優勝トロフィーの授与です。小川管理者ありがとうございました。さあそれではですね、記念撮影のお時間を取らせていただきます。優勝しました榎木選手、トロフィーを持って中央にお立ちいただいておりますので、どうぞカメラをお持ちのお客様は榎木選手の姿を収めていただきたいと思います。さあ新春特選レース、年始めの記念すべきレース優勝は榎木浩二選手でした。さあ笑顔が見られていますね。今節はエースモーター65号機をしっかりと操って見事優勝となりました。さあピースサインも出ております。はい、皆様よろしいでしょうか。では続きまして、ボートレース大村フロアアテンダントより花束の贈呈です。それでは優勝されました榎木選手に少しお話伺っていきたいと思います。改めて榎木選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、さあ新春特選レース、年始めにいいスタートを切りましたね。そうですね、最高のスタート切れました。もう、優勝されて正直こうお気持ちいかがですか。そうですね、ちょっと自分でもびっくりしてますね。はい、本当に優勝できるとはと。そうですね、うまいこできました。まあ、もちろん狙ってはいたんですよね。そうですね、はい。ではその優勝戦ちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、まあコースもピット離れから良かったんですかね。そうですね、もう一人抜けてたんで、2コースぐらいまで取れそうなぐらい抜けてたんですけど、3コースだったんですけど、はい、はい、3コースから、まあ、スタートはいかがでしたか。スタートはもうどっから行けるかはちょっと正直分かんなかったんで、はい、まあ、今までの5日間振り返ってスタートしました。はい、なるほど、まあ、トップタイミングではなかったんですけれども、そこから1マークまくり差しに入りましたよね。そう、まあ、スタートは全速で行けたんで、はい、いい感じにいい体験になってたと思います。はい、じゃあちょっと1マークは余裕を持って判断できた。いや、もう決め打ちですね。あそこ、あ、はい、もうここはそこに入ろうと思って、はい、2の頭しか狙ってなかったです。おお、もうそこにズバリと入りましたね。そう、もうエンジンは良かったんで、はい、船は帰ってきてくれると思ってました。はい、うん、まあ、3連単は9000円台の配当だったんですが、やはり今節この榎木選手のもう船足の出方を見て買っていたお客さんもいると思うんですが、僕、まあ、65号機もすごかったですね。はい、はい、うん、前の75号機もすごかったんですけど、はい、はい、あ、なるほど。もう榎木選手、最近ここ最近の大村モーター抽選かなりいいですよね。いや、そんな、この間の協定さえ良くなかったんで、あ、まあ、良かったり悪かったです。なるほど、はい、まあ、前回の優勝がここ大村でのパーフェクト V ということもありましたからね。そうですね、あの時もよく出てました。はい、うん、そして今節もかなりいい動きだったと。良かったですね。はい、うん、まあ、今日雨降っていましたけど、それでももう関係なく良かったですか。関係なく良かったです。はい、
もうここを何節かでこの65号機で優勝した人がもうすでに何人もいらっしゃって。そうですね、僕の知ってる限りでも 3,4 人いますね。そうですよね、はい、もう堀の内清子さんが、清子選手が混合戦初優勝を決めて、はい、そこから瓜生選手が実優勝してと、ね、はい、本当にいいモーターみたいですね。そうですね、もう最近の中じゃ一番いいかもしれないですね、はい。まあ、そして、新春特選レースということですので、せっかくですからちょっと今年の抱負など伺ってみたいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、今年は僕大体夏場が得意で冬場が苦手で1点ぐらい勝率を落としちゃうんで、はい、今季はもう夏場と同じぐらいの勝率残せるように今年は頑張りたいと思います。応援してよろしくお願いします。はい、まあ、自身7度目の優勝ということでしたが、まあ、今季の勝率も自身最高勝率ですよね。そうですね、はい、うん、7.36 なので、これをこのままでは夏場までキープしてしたいですね、はい、うん。まあ、ただこれから結構記念レースが続きますね。そうですね、まあ、記念レースは記念レースで楽しいので楽しみたいと思います。はい、まあ、次節は1月9日から芦屋の G3 アサヒビールカップ、はいはい、そして今月唐津での G1 もありますし。そうですね、はい、うん、そして2月はここ大村で九州地区選手権が、はいはい、そちらに参加予定ですね。そうですね、また65番も引きたいですね。あ、はい、またいいモーター引いて、ここ地元で暴れていただきたいと思います。はい、はい、それではこれだけ、集まっていただきましたファンの方に最後にですね、一言メッセージをお願いいたします。最後まで残ってくださってありがとうございました。地元戦で初めて優勝することができて本当に嬉しいです。また2回目3回目と優勝できるように頑張るんで、今年も応援よろしくお願いします。はい、榎木選手本当に今節おめでとうございました。それではですね、最後に少しだけお付き合いいただきましてお楽しみ抽選会をさせていただきます。残っていただきましたファンの方抽選で5名様にボートレース大村のオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。榎木選手が引いた番号が当選番号となります。最後に発表させていただきますので、はい、皆さんお楽しみにお待ちください。あ、いいですよ、そのままで、ありがとうございます。さあ、では番号をお預かりしましたので、榎木選手これで退場となります。どうぞ皆様最後今一度大きな拍手でお送りください。さあ、今節新春特選レースを制しましたのは榎木浩二選手でした。おめでとうございました。